1852年2月6日は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国並びに、海外自治領の国王。また、最後のインド皇帝並びに、最初のイギリス連邦元首でもあった。1895年12月14日に、後のイギリス国王ジョージ・ゴッセイと、王妃メアリーとの第二位王子として誕生したが、 王太子として育てられた長兄、エドワードの影に隠れた存在であり、王位を継承することを期待されていなかった。第一次世界大戦中は、海軍、空軍の士官として従軍した。第一次世界大戦後には、通常通りに、イギリス王室の一員としての公務を果たしている。1923年に、第14代ストラスモア伯爵。 クロードの四女エリザベス・ボーズ・ライアンと結婚し、妻エリザベス王妃との間には二人の王女を設けた。1936年1月20日に、不王女児五世が崩御し、長兄、エドワード王太子が、エドワード八世として、イギリス国王に即位した。しかしながら、即位間もないエドワード八世は、王太子時代から交際のあった、離婚歴のある、 アメリカ人女性オリス・シンプソンとの結婚を望み、議会との対立を深めていく。当時の首相スタンリー・ボールドウィンは、政治的、宗教的理由から、イギリス国王に在位したままでのオリス・シンプソンとの結婚は、不可能であると、エドワード8世に勧告し、最終的に、エドワード8世は、イギリス国王からの退位を決め、1936年12月11日に、 弟のジョージが国王ジョージ6世としてイギリス国王に即位した。ジョージ6世の知性はイギリスの国力と地位が相対的に低下し、アジア及びアフリカにおける自国領植民地の独立による大英帝国の解体が進展するとともに、同盟国であるアメリカ合衆国とソビエト連邦と複雑な関係を抱えながら二度目の世界大戦を、 経験するという困難な時代であった。1939年には、ポーランド問題をめぐって、ドイツと対立し、イギリス及び、イギリス連邦は、連合国側として、第二次世界大戦に参戦し、数軸国側だった、イタリアや日本などと敵対し欧州のみならず、アフリカやアジアにおいて、世界各地で戦った。ジョージ6世は、 首相ウィンストン・チャーチルと強く連携し、5年間に及ぶ戦争期間中、国民の士気を支え続けた。第二次世界大戦で連合国側が完全勝利を収めたが、その後に成立したのは、冷戦と呼ばれるアメリカ合衆国とソビエト連邦の二大超大国体制であり、資本主義、自由主義の西側陣営の一員で、 米国のお膝元に過ぎなくなったイギリスは派遣国の地位を手放すのを余儀なくされ完全に失墜した。1947年にはインドとパキスタンが分離独立し自身が最後のインド皇帝としてその称号を1948年6月に創出している。1949年4月28日には新設されたイギリス連邦元首となった。 健康を損なったイギリス国王ジョージ六世は、1952年2月6日に、満56歳にして崩御した。イギリス王位は1701年王位継承法に、基づき、長女のエリザベス王女が、女王エリザベス二世として即位することで、イギリス女王及び、英連邦王国君主として継承した。右から、イギリス国王エドワード七世、孫エドワード、 同じく、アルバート、エドワード7世の次男で、王太子、ジョージの地に、ジョージ6世となるアルバートが誕生したのは、ノーフォークのサンドリンガムハウス、ヨニクコテージで、祖祖母にあたるイギリス女王、ビクトリア治世下のことだった。アルバートの父親は後に、ジョージ5世として即位するヨーク公ジョージで、ジョージは後にエドワード7世として即位する、当時王太子だったエドワードと、 王太子妃、アレクサンドラの次男である。アルバートの母親は、ヨーク公夫人メアリーで、メアリーは、初代テック公フランツとケンブリッジ公女、メアリー・アデレードの長女だった。アルバートが生まれたのは1895年12月14日だが、12月14日は、女王、ビクトリアの王廃、アルバートの命日でもあった。どこまで正確な話なのかは不明だが、 当時未亡人だったビクトリアは、アルバート誕生の知らせを聞いた時に、あまりいいニュースとは思えないわねと漏らしたことが、王太子エドワードが、父親となった息子のヨークコージョージに宛てた書簡に、書かれている。さらに2日後に、エドワードはジョージに対して、生まれた子供にアルバートと名付けることを提案したら、女王を喜ばせることができるだろうとも書いている。ジョービクトリアは、 子供をアルバートと名付けるという、この申し出に態度を和らげ、母親のヨークコ夫人メアリーに、新しい子供に早く会わせてくださいな。この日は私にとってとても悲しい出来事が起こった日ですが、これからはとても大切な日になるかもしれません。何よりも私が愛する人の名前でその子供が呼ばれることは、私にとってもこの上ない喜びになるでしょうという。 内容の書簡を送っている。そして、3ヶ月後にサンドリンガムの生命アリマグダレーン協会で洗礼を受けた子供は、アルバート・フレデリック・アーサー・ジョージと名付けられた。イギリス女王、ビクトリアの彦として、アルバートの正式な称号は、ヨーク公爵王子アルバートだったが、家族からは、バーティと呼ばれるようになった。母方の祖母にあたるテック子夫人メアリー・アデレードは、 孫に与えられたアルバートという名前を気に入っておらず、最後の名前であるジョージで呼ばれるようになってもらいたいという予言めいた記録を残している。アルバートは大井継承権第4位として誕生した。上位の大井継承者は祖父である大太子エドワード、その息子ークコージョージ、そしてアルバートの兄、エドワードの順だった。1898年にビクトリアは、 王皇貴族の称号に関する法令を発布し、王太子の直径には殿下が与えられることとなった。これにより、当時2歳のアルバートも、ヨーク公爵王子アルバート殿下という称号で、呼ばれるようになった。アルバートは病弱ですぐに怯え出して、泣き出す子供と言われていた。両親のヨーク公夫妻は、当時の王皇貴族階級の監修と同じく、 日々の子供の養育にはほとんど関与しなかった。アルバートは、その後長期にわたって大きな悩みとなる喫音症を患うようになり、さらに生来左利きだったにもかかわらず、5歳の誕生日を機に、父から、いつも人から言われたことをすぐに実行できるよう、努めるがいい。早く始めれば、その方がお前にとっても楽だろうからと伝えられ、 これ以降、利き腕を右手に強制することを強いられた。また、慢性 a 遠や X 脚にも悩まされ、X 脚を治すために痛みを伴う強制具の、脚部への着用を強制されている。ビクトリア女王が1901年1月22日に、崩御し、アルバートの祖父の王太子エッドワードがエドワード7世として、イギリス王位についた。エドワード7世の即位に伴い、 大井継承権は、大大使となった父の洋区公ジョージが第一位、ついで兄のエドワード、アルバートとなった。1909年に、オズボーン海軍幼年学校に入学し、軍人教育を受け始めた。勉学に対しては不真面目であったものの1911年に、行われた、幼年学校での卒業試験では主席だったが、そのまま、海軍兵学校へと進学している。 1910年5月6日にエドワード7世が、崩御し、王太子である父ジョージが、ジョージ5世として国王に即位した。これにより、アルバートの王位継承権は、兄エドワードに次いで2位となった。1919年に、イギリス空軍で模様された会食。左からアルバート、後に、初代トレンチャード子爵区、空軍元帥となるヒュー・トレンチャード、後に、 空軍大将となるクリストファー・コートニー・アルバートは1913年の上半期を総工巡洋艦カンバーランドに乗船し、西インド諸島近海、カナダ東沿岸での訓練公開で過ごしている。1913年9月15日に海軍士官候補生として戦艦コリンウッドに乗り組み、地中海で3ヶ月間の訓練を受けた。 この時にはアルバートがイギリス王子であることを隠すためにジョンソンという名前で呼ばれていた。アルバートは翌年に勃発した第一次世界大戦に従軍している。コリンウッドに乗り組んだアルバートは第一次世界大戦で最大の海戦であり、最終的な勝敗の奇数が不明瞭となった対ドイツ帝国海軍とのユトランド沖海戦に参加し、 砲塔担当の士官として、主君報告書にその名が記載された。その後、アルバートは、十二指海洋を患って1917年に、手術を受けたため、以降の戦闘には参加することができなかった。1918年2月にアルバートは、クランウェル基地に設立されていた、イギリス海軍航空隊の、チャージ・オブ・ボイズ連隊付き士官に任命された。 その2ヶ月後にイギリス空軍が正式に発足し、クランウェル基地の所属が海軍から空軍へと移された。この時にアルバートもイギリス海軍からイギリス空軍へと転籍している。アルバートはクランウェル空軍基地の第4飛行船隊ボーイズ・ウィングの指揮官に任命され、1918年8月までこの任務に就いていた。また、アルバートは 飛行操縦資格を正式に取得した最初のイギリス王族でもあった。大戦終結間際の数週間はフランスのナンシーに置かれたイギリス空軍独立戦略爆撃隊の司令部参謀としての任務についていた。第一次世界大戦の終結によって1918年11月に独立戦略爆撃隊は解体されたが、 アルバートはそのまま、イギリス空軍参謀として、ヨーロッパ大陸に留まり、イギリス本国へ帰還したのは、その2ヶ月後のことだった。1919年10月に、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学し、歴史学、経済学、姿生学を1年間学んだ。1920年6月4日には、ヨーク公爵、インバネス伯爵、キラニリ男爵に助せられている。 アルバートは以前にも増して公務に時間を割くようになり国王の名しとして炭鉱、工場、車両基地などの視察を行っている。このような産業施設の訪問によってアルバートは産業王子と呼ばれるようになっていった。アルバートは労働条件に興味を持つようになり労働福祉協会の総裁を務めたこともある。また、 1921年から1939年まで、毎年夏に、様々な社会的階級の少年たちを集めたキャンプに、参加していた。しかしながら、幼少の頃から悩まされていた、喫音症に気因するおどおどとした様子と、生来の内気さから、兄、エドワードほどには目立った存在とは言えなかった。だが、身体的には、活動的で、 テニスを楽しむ一面もあった。1923年4月26日、ヨーク公爵、アルバート王子とエリザベス・ボーズ・ライアン城の、婚礼ヨーク公爵、アルバート王子が表紙を飾る1925年1月12日付の、タイム誌1927年に、オーストラリアのクイーンズランドブリスベイの、イーグルファーム競馬場を訪問したアルバートとエリザベス。 1927年にオーストラリアのクイーンズランドを訪問したアルバートとエリザベス当時の王族は他国の王族と婚姻関係を結ぶことを求められていたがアルバートは自由恋愛で将来の妻をめとりたいという大きな望みを持っていた1920年に第14代ストラスモア・キングホーン博 クロード・ボーズ・ライアンの末娘エリザベスと出会ったアルバートはエリザベスとの結婚を望むようになっていったしかしながらエリザベスはアルバートからの求婚を1921年1922年の二度に渡って断った伝えられるところによると王族の一員になると様々なことを犠牲にしなければならないと考えたエリザベスが アルバートとの結婚に気乗りしなかったためだと言われている。エリザベスの母ストラスモア・キングホーン博夫人、セシリアの言葉によると、当時のアルバートは、エリザベスと結婚できるかどうかで、運命が決まると考えていた。エリザベスを諦められなかった、アルバートの数年にわたる、求婚の末に、エリザベスは、アルバートとの結婚を承諾した。アルバートとエリザベスは、 1923年4月26日に、ウェストミンスター寺院で結婚式を挙げた。開局間もない BBC が、この結婚式の模様を録音して、ラジオで放送することを計画した。この申し出に、聖堂参事会の超ハーバート・エドワード・ライルは興味を示したが、最終的に、聖堂参事会が、この計画を拒否したために、ラジオ放送は実現していない。 アルバートと結婚して、イギリス王族となったエリザベスには、ヨーク公爵夫人殿下の称号が与えられた。アルバートとエリザベスの結婚は、王室の近代化の現れであるとして、イギリス国民から歓迎された。1924年12月から1925年4月に、かけて、ヨーク公夫妻は、東、アフリカを外遊した。スウェズとアデンを経由し、 ケニア植民地、ウガンダ保護領、そして、英誇り領スーダンを訪れている。この外遊の途中で、ヨーク港夫妻は共に猛獣狩りに参加した。キきショーのために、アルバートは、公式な場での演説を非常に苦手としていた。ウェンブリーで開催されていた、大英帝国博覧会の閉会式が1925年10月31日に、挙行され、 閉幕スピーチをアルバートが担当したが、このスピーチはアルバートにとっても聴衆にとっても、極めて惨憺たる結果となってしまった。アルバートは、喫音症を克服するために、オーストラリア人セラピストのライオネル・ローグの治療を受け始めた。アルバートとローグは、呼吸法の訓練を開始し、エリザベスも、アルバートの訓練に、根気よく付き合っている。 このような治療が功を奏し、アルバートはほとんど使えることなしに話すことができるようになっていった。成功したアルバートの公式演説として、1927年に公式外遊先のオーストラリアのキャンベラで開催された連邦議会の開会スピーチをあげることができる。この時の公式外遊では、ジャマイカ経由の回路を使い、オーストラリア、ニュージーランド、 フィジーのイギリス自治療を訪問している。アルバートはジャマイカで、当時としては異例なことに黒人とペアを組んでのテニスのダブルス試合を行っており、ジャマイカでは人種間での差異は存在しないことの現れだと受け取られた。ヨーク公夫妻には、長女エリザベスと次女マーガレットの二人の娘が生まれた。ヨーク公一家は、 ロンドンのピカデリー145の邸宅で、至って平穏な暮らしを送っていた。非常に親密で仲の良好な家族だった。1931年に、当時のカナダ首相、リチャード・ベッドフォード・ベネットが、アルバートに、カナダ総督就任を求めた。この時には日頃平穏なヨーク公一家も騒ぎの、家中となったが、不応が、イギリス首相の助言に従って、 この要請を拒否したため、ことなきを得ている。エドワード8世の退位宣言。右の署名が、エドワード8世、左の署名が3名の王帝たちで、上から、ヨーク公、アルバート、グロスター公ヘンリー、ケント公、ジョージ国王ジョージ5世は、既婚者との恋愛を続ける長男の王大使、エドワードの言動に心を痛めており、長男が結婚しないことと、 バーティとリズベット、そしてイギリス王位に何事も起こらないことを神に祈る、と漏らしていたと言われている。1936年1月20日に、ジョージ5世が崩御し、王太子エドワードが、エドワード8世として、イギリス国王に即位した。ジョージ5世の棺は、国民との国別の儀のためにウェストミンスターホールに、安置された。そして、 棺の四隅に立ってなき国王を見守る霊天は、新国王エドワード八世、ヨーク公、アルバート、グロスター公ヘンリー、ケント公、ジョージの四兄弟がその任に当たった。国王に即位したエドワード八世は、未婚で、子供もいなかったため、アルバートが、推定多い継承者となった。即位後一年も経たない1936年12月11日に、 エドワード8世は二度の離婚歴のあるアメリカ人女性オリス・シンプソンとの結婚を選択して大いの放棄を宣伝した。以前からシンプソンとの結婚を望んでいたエドワード8世だったが、当時の首相スタンリー・ボールドウィンからはアメリカ人の平民で未亡人でもない離婚歴のある女性と結婚すれば大いにいられなくなると反対されていた。そしてエドワードはイギリス王よりも シンプソンとの結婚を選んだのである。エドワード8世の大位に伴って、推定多い継承者だったアルバートが、イギリス国王に即位した。しかしながら、アルバートには全くその気がなく、国王の座は、望んでもいない、押し付けられたものだった。即位が正式に決まった際には、ルイス・マウント・バッテンに対して、これはひどいよ。私は、何の準備も、 何の勉強もしてこなかった。子供の頃から国王になるように教育を受けていたのはデイビッドの方なんだから、国事に関する書類なんか、これまで一度も見たことなんかないんだよ。そもそも、私は一回の海軍士官に過ぎないんだ。海軍将校としての仕事以外は、これまで何もやったことのない人間なんだよと愚痴をこぼしたという。 兄が退位する前日には母、メアリーの元を訪れており、アルバートはその日の日記に、ひどいことが起こってしまいましたと母に告げ、私は取り乱して、子供のように泣き崩れたと記している。エドワード8世が退位宣言を出した当日に、アイルランド自由国政府は、憲法からイギリス国王の直接統治に関する内容を削除する。 法案アクト1936を可決した。そして翌日には外交に関する法案アクト1936が議会を通過し、イギリス国王はアイルランドの外交問題に関する代表者に過ぎないという内容の条項を持った法案が成立した。これらの法案の成立はアイルランド自由国にイギリス連邦の一員ではあるものの、 共和制の性格を本質的に持たせるという二面性を与えることとなった。報道記者でもあった宮廷人、ダーモット・モラーは、当時の宮廷内には、ヨーク公アルバートとその子女、弟グロスター校ヘンリーよりも、マッテイ・ケント公ジョージこそが、イギリス国王にふさわしいという雰囲気があったと断言している。これは、明るく、社交的な性格で、 長兄エドワードに似た華やかな雰囲気をまとっていたことに加え、当時の全国王ジョージ5世の王子たちの中で、ジョージだけに男子がいたことが影響をしていると考えられている。ジョージ6世とエリザベスの戴冠式、1938年のジェラルド・ケリーが、CRW ・ネビンソンガのジョージ6世戴冠式の パレードを表紙に飾る1937年5月7日付の雑誌ラジオタイムズジョージ6世の国王大観を祝って飾り付けられたダーリントン市役所。屋根に神を国王を守りたまえの文字が見えるジョージ6世の国王大観を祝って制作された記念効貨アルバートは当地名にジョージ6世を選んだ。これは 不王ジョージ5世の方針を引き継ぐことと、エドワード8世の退位騒動で揺らいだ温室への信頼を回復するというアルバートの意志の現れだった。新たな国王ジョージ6世が最初に直面した問題は、全国王である兄、エドワードの地位や称号の処遇だった。退位宣言が発表された時には、エドワード王子殿下とされていたが、ジョージ6世は、 王位を放棄したエドワードが王族の殿下を意味するロイヤルハイナスなどの王族を意味する称号を名乗る資格を失ったのではないかと思っていた最終的な妥協案としてエドワードにはウィンザー公爵殿下の称号が贈られたがこのウィンザー公爵くらいの規定ではエドワードの妻子供が王族を意味する称号を名乗ることは許されていなかったまたジョージ六世はエドワードから 王室伝来の邸宅も買い戻さなくてはならなかった。バルモラル城やサンドリンガムハウスなどは、エドワードが、私有財産として相続したものであり、ジョージ6世が、国王になったとはいえ、自動的に相続権が移転する性質のものでは、なかったためである。ジョージ6世が即位した3日後の1936年12月14日は、自身の41歳の誕生日だった。 この日、ジョージ6世は、妻エリザベスに、王妃の称号とガーター勲章を送っている。ジョージ6世の戴冠式は1937年5月12日に、挙行された。この日はもともと、エドワード8世の戴冠式が予定されていた日だった。この戴冠式には、未亡人となった王妃は、以降の戴冠式には姿を現さないという慣例を、破って、 古城寺五世姫ありいいが、新王城寺六世の指示を表明するために出席している。日本の皇室からは、秩父の宮陽人氏新王と節子妃が昭和天皇の名代として参加し、外国王室筆頭の扱いを受けるなど、イギリスは同じ立憲君主国であり、近年まで軍事同盟を結んでいながら、ナチスドイツとの関係を深めつつあった日本に配慮を示した。 5月20日に行われた、ジョージ6世大艦記念艦艦式には、日本海軍から従順王艦足柄が参加した。また、ジョージ5世が即位した時には挙行された、イギリス領インド帝国デリーでの新国王の公式越権は、インドの植民地政府の費用負担が大きいとして、行われなかった。当時のインドでは、スバスチャンドラボースや、マハトマガンディラによる、 独立運動が活発化しており、国王夫妻がインドを訪問してもほとんど歓迎されない可能性が高かったため、独立推進派からもインドでの公式駅見中止は歓迎された。当時の国際情勢は第二次世界大戦直前の緊張したもので、インドにとってもイギリスとの長期にわたる関係悪化は望むところではなかったのである。ただし、 国王夫妻のフランスと北米への外遊は実施された。どちらの外遊も戦争に向けた戦略的優位性を確立するための公式訪問だった。ミュンヘン会談からの帰国後に会見するシェンバレン首相ヨーロッパで高まる戦争への機運がジョージ6世の統治初期に大きな影響を与えた。憲法上国王たるジョージ6世には 首相ネビル・チェンバレンが推進するアドルフ・ヒトラーへの融和政策に協力する義務があった。1938年のミュンヘン会談でヒトラーの要求をほぼ全面的に認める協定を締結したチェンバレンを迎えた国王夫妻はチェンバレンにバッキンガム宮殿のバルコニーで国王夫妻と共に国民からの歓迎を受ける特権を与えた。 国王と政治家の友好関係を大衆の前で見せるのは極めて例外的であり、王宮のバルコニーからの越見も伝統的に王族のみに許される行為だった。当時のイギリス国民からは広く歓迎された、チェンバレン政権の対、ヒトラー融和政策だったが、イギリス議会諸民院ではこの政策に反対する意見もあった。歴史家、ジョン・グリーグは、 この時期のジョージ六世の政治的行動が、ここ数世紀のイギリス国王の中で、最も憲法に違反しているとしている。1939年5月19日に、カナダ議会で、法案を採下する、ジョージ六世。右に座っているのは、王妃エリザベス1939年6月9日、訪米中のイギリス国王ジョージ六世夫妻と、 米大統領フランクリン・ルーズベルトとエレノア・ルーズベルト同婦人1939年5月から6月に国王夫妻はカナダとアメリカ合衆国を公式訪問にした。国王夫妻の随伴としてオタワからカナダのウィリアム・ライアンがマッケンジー・キング首相が同行し、北米各地でイギリス国王、王妃がカナダ国王でもあることを紹介する役割を果たした。 ジョージ6世はヨーク港アルバートの時代にカナダを訪問したことがあるがカナダ国王として北米を訪問した最初のイギリス国王でもあるカナダのジョン・バカン総督とマッケンジー・キング首相は共に今回のイギリス国王のカナダ訪問が1931年に発布されたウェストミンスター憲章の精神の実証となることを望んでいたウェストミンスター憲章は 各イギリス自治領により広範な自治権を与え、イギリス国王を、それぞれの国が自国の国王としていただくという検証である。ジョージ6世のオターでの滞在先は、総督皇帝のリドーホールで、この場所で、ジョージ6世は新たに、カナダに赴任するアメリカ公使ダニエル・カルフーン・ローパーの新任状を受領し、認可している。 イギリス国王夫妻のカナダ訪問の公式記録者であるカナダの歴史家ギュスター・ブランクとはイギリス国王のカナダ訪問の様子を国王陛下ご夫妻がカナダでの滞在先に入られた時にウェストミンスター憲章が真の意味で完全なものになったカナダ国王が自国へと帰還されたのであるとしているこのイギリス国王夫妻の来たアメリカ訪問には 当時ヨーロッパで高まりつつあった諸国間の緊張のためにアメリカが主国やカナダの民衆の間に現れつつあった強固な孤立主義者たちの態度を軟化させるという意義もあった近いうちにヨーロッパで起こるであろう戦争に備えてイギリスへの支援を要請するという政治的目的を主眼とした公式訪問ではあったがジョージ6世とエリザベスは 北米の民衆から熱狂的な歓迎を受けている。全国王エドワード8世に比べて、ジョージ6世は、見劣りがするのではないかという噂もあったが、そのような懸念は見事に払拭された。ジョージ6世とエリザベスはカナダからアメリカに向かい、1939年のニューヨーク万国博覧会に出席した。アメリカでは、大統領皇帝のホワイトハウスで、 アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトと会談し、ハイドパークにあった、ルーズベルトの指定を訪問している。アメリカ公式訪問を通じて、イギリス国王夫妻とアメリカ大統領、ルーズベルト夫妻との間に強い信頼関係が結ばれ、この友情が第二次世界大戦でのアメリカとイギリスの関係に大きな影響を及ぼした。都営し ロンドンを訪れたアメリカ大統領夫人、エレノアル・ウズベルトと、国王ジョージ6世、王妃エリザベスへ空軍兵士を激励する、ジョージ6世国王夫妻とエリザベス王女へ海軍、慶樹二王冠ベルファストにて、ロバート・バーネット提督の挨拶を受けるジョージ6世、英陸軍元帥、バーナード・モントゴメリーと、1945年5月8日のヨーロッパ、戦勝記念日を受けて、 バッキンガム宮殿のバルコニーに立つ国王ジョージ六世一家とウィンストン・チャーチル首相左端の人物はエリザベス王女1939年9月3日にイギリスとアイルランド自由国以外のイギリス自治領は9月1日にポーランドを侵略したドイツに宣戦線布告したジョージ六世と同妃エリザベスはロンドンがドイツ空軍による大空襲にさらされても ロンドンに泊まることを選択した。公式には対戦を通じて国王夫妻はバッキンガム宮殿に居住していたとされているが空襲を受けることも多い夜間にはウィンザー城で過ごすことの方が多かった。最初にロンドンが爆撃されたのは1940年9月7日でこの時にはテムズ川北側のイーストエンドを中心におよそ1000人の民衆が犠牲になった。 9月13日には、ドイツ空軍機が投下した2発の爆弾が、バッキンガム宮殿の中庭に着弾し、宮殿で執務中だった国王夫妻が、九死に一生を得たこともあった。王妃エリザベスが爆撃されたことに感謝しましょう。これで、イーストエンドに顔向けできますという有名な言葉を言い放ったのはこの時である。国王一家は、 戦時中のイギリス国民と等しく危険と待望を分かち合った。国民と同じく配給物資の制限を受け、フランクリン・ルズベルト大統領夫人エレノアも、イギリス訪問中のバッキンガム宮殿滞在時に食事に配給物資が出されたこと、入浴する際に浴槽の輸量が制限されていたこと、暖房が入っていなかったこと、 ドイツ空軍の空襲の被害を受けて壊れた窓に板が打ち付けられていたことなどを証言している。1940年にネビル・チェンバレンに代わって保守党のウィンストン・チャーチルが首相となり戦時の巨国一致内閣として第一次チャーチル内閣が発足した。しかしながらジョージ6世が首相にふさわしいと内心で思っていたのは外務。 英連邦大臣となったハリファックス死者区エドワードウッドだった。チャーチルが、初代ビーバーブルック男爵、マックスエイトケンを航空規制産大臣に任じた、時には、ジョージ6世は当初失望していたが、ジョージ6世とチャーチルは徐々に、イギリス近現代史上、最も個人的な友情で結ばれた国王と首相と、言われるほどの絆を結んでいった。 1940年9月からの半年間、二人は毎週水曜日に4時間を共に過ごし、昼食を取りながら、戦争について秘密裏に複雑なく語り合った。その後1941年12月には、日本軍によるマレー作戦を受けて、日本との間に開戦し、柴叩く間に、香港やマレー半島、ビルマなどアジアの主要な植民地を失い、 大西洋と地中海が戦場となった他インド洋の世界権を抑えられ、オーストラリアとの交通が遮断されてしまう。そのような状況にありながら、第二次世界大戦の真中、ジョージ6世とエリザベスは爆撃を受けた場所、軍需工場などイギリスとその影響下にある各地を訪問し、国民の士気をぶし続けた。 さらに、ジョージ6世は、イギリス本国を離れて外国へ遠征している部隊も、慰問した。1939年12月に、フランス。1943年6月に、北アフリカと、マルタ。1944年6月に、ノルマンディー。ー1944年7月に、南イタリア。1944年10月に、ネーデルラント地域を、 それぞれ訪れている。1942年8月には弟のケントコウジョージが軍務中に公居した。国王夫妻は国民から高い敬意を受け、その不屈の姿勢とともに国を挙げた戦争遂行の象徴たる存在となっていった。1945年5月にドイツが降伏したヨーロッパ戦勝記念日のお祭り騒ぎの中、 バッキンガム宮殿前に集った国民が、王よ、お姿を、と叫んだ。ミュンヘン協定を締結した時のチェンバレンの時と、同じく、ジョージ六世国王とエリザベス王妃は、チャーチル首相と共に、宮殿のバルコニーに姿を見せ、国民からの喝采を受けた。1946年1月に、ロンドンで開催された第1回国際連合会議で、 ジョージ6世は公式演説を行い、男女の別、国の代償に関わらず、信念は皆平等であると断言している。ジョージ6世と、イギリス首相、クレメント・アトリー第二次世界大戦において、戦勝国となったものの、本国が、ドイツ軍の空襲を受けるなど戦火にさらされ、アジアでも多くの植民地を、日本軍に蹂躙され、国力をそがれた大英帝国の崩壊は、 加速していった。1931年に発布されたウェストミンスター憲章で、すでに各イギリス自治領がそれぞれ主権を承認されていた。それまでの大英帝国からイギリス連邦として知られる、各独立国の自由意志による同盟への移行は、第二次世界大戦後、特に労働党党首、クレメント・アトリーが首相を務めた時代に勢いを増していった。 宗主国として世界各地の植民地に君臨する国力も威厳も失ったイギリスは急速に求心力を失い1947年にはイギリス領インド帝国がインド連邦とパキスタンの2国に分離独立したこれによりジョージ6世はインド皇帝の称号を失いインド王パキスタン王となっている1950年にはインドが イギリス連邦に止まったまま共和制へと移行したことから、ジョージ6世はインド王の称号も失ったが、パキスタン王の称号は生涯保持し続け、インドは英連邦君主という新たな称号を承認した。その他、1948年1月にビルマ、1948年5月にパレスチナ、1949年にアイルランドが、 イギリス連邦から脱退している。1947年に国王ジョージ6世一家は連邦構成国である南アフリカを公式訪問にした。翌年に総選挙を控えていた南アフリカ連邦首相のヤンス・マッツはこのイギリス国王一家訪問を政治的に利用することを考えていた。しかしながらジョージ6世は人種差別的政策を行う。 南アフリカ連邦政府から白人とのみ握手するよう要求されたことに愕然とし、連邦政府から自身につけられた護衛官たちをナチスドイツの秘密警察だったケシュタポと称して非難している。また、南アフリカ連邦政府から現地人たる黒人の助勲者に対して直接勲章を授与することも拒否され、あいつらを全員射殺したいと漏らした。 なおスマッツは1948年の総選挙で敗北し、新たな首相ダニエル・フランソワ・マランは人種間差別政策アパルトヘイトを確立した。このことにより南アフリカは1961年にイギリス連邦から追放されている。1951年に発行されたジョージ6世の肖像が刻まれたファージング効果。 肖像の周りのジョージブス 6D、グレーン、BR、OMN、フィディ・デフは、ラテン語で、ジョージ6世、神の恩朝ある全ブリタニアの王にして、信仰の擁護者と刻まれている。戦時中の新労が、ジョージ6世の健康を損ねたと言われている。ヘビースモーカーだったことも、体調悪化に拍車をかけ、 肺がんと、動脈硬化などの慢性疾患を複数併発した。推定多い軽症者である長女のエリザベス王女が、体調不良で、公務に時間を避けない父の国王ジョージ六世の代行し、さらに多くの公務をこなすようになっていった。右足の動脈閉塞と、それに伴う手術を1949年3月に受けたために、予定されていた。 ジョージ6世のオーストラリア、ニュージーランド訪問は延期されている。延期されたこの訪問は、エリザベス王女とエディンバラ公フィリップ夫妻が、ジョージ6世国王エリザベス王妃夫妻の代理として、訪問することで再調整された。1951年5月に開催された、英国博覧会の開幕式には出席できるまでに、回復していた、ジョージ六世だったが、差配に、 悪性腫瘍が発見され、9月23日に摘出手術を受けている。12月の議会開会宣言の場で、ジョージ6世が行うはずだった国王演説は、大法官を兼任する貴族院議長ギャビンシモンズが代読した。また、毎年の恒例行事となっていたクリスマスの全国民向けラジオ放送を行った際も、話の途切れた部分をテープから切り取って、 言葉が一貫してつながるように編集しなければならないほどだった。1952年1月31日に周囲の反対を押し切ってジョージ6世はロンドンヒースロー空港まで足を運びイギリス帝国領のケニア植民地経由でオーストラリアとニュージーランド両国への海外公務に旅立つエリザベス王女の送迎をしている。これが 父子の最後の対面であり、ジョージ6世の長女エリザベスが、エリザベス王女として最後に、イギリス本国に存在した瞬間でもあった。1952年2月6日朝、サンドリンガムハウスのベッドで他界した、ジョージ6世が発見された。死因は就寝中の冠動脈血栓症で、この時、ジョージ6世は56歳だった。 突然の父ジョージ6世の不法、すなわち自身のイギリス新女王への即位を滞在中のケニアで知らされたエリザベス王女は女王エリザベス2世として即位するために、夫フィリップと共にイギリス本国へ急遽帰国する。2月9日から2日間、ジョージ6世の遺体が収められた棺はサンドリンガムの生命ありマグダレーン教会に安置された。その後、 亡き仙台国王ジョージ六世とイギリス国民が別れを告げるために、ウェストミンスター宮殿のホールに、棺が運ばれている。ジョージ六世の国葬は、ウィンザー城の成城寺礼拝堂で、2月15日に行われた。礼拝堂地下にある、歴代王族の墓所に葬られたが、後に、ジョージ六世記念礼拝堂が建設され、1969年3月26日に、 同礼拝道に改装された。子供に先立たれた母校メアリー太陽大号の悲嘆は、深く、翌1953年3月24日、同年6月3日に虚構予定の孫娘のエリザベス2世の、戴冠式を見ることなく放御した。未亡人となった、エリザベス王太郷は、国防として国民に敬愛を受けつつ、病弱で、創生した夫とは、 正反対に長命を保った。その母を大合と、姉エリザベス二世女王を後にして、先に、次女、マーガレット王女が2002年2月9日に71歳で、皇居すると、後を追うように同年3月30日に101歳で、崩御した。両者とも、ジョージ六世の墓所の隣に埋葬された。ロンドンのカールトンハウステラスにある、ジョージ六世の像労働党の、 スコットランド出身庶民員議員ジョージ・ハーディは1936年のエドワード8世の王位放棄について共和主義に大きな恩恵を与えた出来事で50年かけて宣伝する以上の効果をもたらしたとしている。ジョージ6世は兄エドワードに国王大意の影響によってイギリス王座が揺らいでいるとし、不本意ながら王座を元通りに強固なものにすることが 自身の務めだという書簡を書いた。このように、ジョージ6世は、イギリス王室に対する国民の信頼が、極めて低い時に、大いにつかねばならなかった。さらにその治世中、国民は戦争の困窮に耐え忍ばねばならず、その後大英帝国の意向はなくなっていった。しかしながら、ジョージ6世は、誠実な家庭人で、かつ、責任感の強い国王であり、 個人的な勇気を示すことによって、イギリス国王の信頼感を取り戻すことに成功した。ジョージ・クロスと、ジョージ・メダルは、どちらも、第二次世界大戦中に、ジョージ六世が考案し、一般市民の勇敢な行為を表彰するために、制定された勲章である。1943年には、マルタ島すべてを対象にジョージ・クロスを授与した。また、 死後の1960年には、フランス政府から、チャーチルと共に、ジョージ6世に、リベラシオン勲章が追贈されている。各地の地名や道路など、ジョージ6世にちなんで名付けられた場所は多い。ロンドンのキング・ジョージ病院、サレーの、キング・ジョージ6ハイウェイ、キング・ジョージ駅、南極のジョージ6世海峡、共に、競馬の G1 競争であるキング・ジョージ6世&、 クイーン・エリザベス・ステークスや、キング・ジョージ6世・チェースなどが有名である。2010年のイギリス映画、英国王のスピーチでは、ジョージ6世が喫音症を克服する様が描かれている。ジョージ6世を演じた、コリン・ファースが、アカデミー主演団優勝を受賞したほか、アカデミー作品賞など4部門で、アカデミー賞を獲得した。2012年のイギリス映画、 私が愛した大統領では、サミュエル・ウェストが、ジョージ六世役を演じた。2015年のイギリス映画、ロイヤル・ナイト、英国王女の秘密の外出では、ルパート・エベレットが、ジョージ六世役を演じた。2017年のイギリス映画、チャーチル・ノルマンディの決断では、ジェームズ・ピュアフォイが、ジョージ六世役を演じ、同年のイギリス映画、ウィンストン・チャーチル、 ヒトラーから世界を救った男では、ベンメンベルソーンが、ジョージ六世役を演じている。2016年のネットフリックス、配信テレビドラマシリーズ、ザ・クラウンでは、ジャレッド・ハリスが、ジョージ六世役を演じている。1 9 1 9年12月に、海軍ロジノー2612で、フリーメイソンに加入している。 同じくフリーメイソンリーであるワニエドワード8世、弟ケントコウジョージと共にフリーメイソンに多大な貢献を行った。1936年にはスコットランドグランドロッジのグランドマスターとなり、翌年の即位まで務めた。即位後の1939年7月19日には、弟、ケントコウと共に、世界中のメイソン代表者1万2000人を、 ロンドンのオリンピアに招き、その大会を彼自ら、イギリスグランドロッジ連合として主催している。ジョージ6世のロイヤルサイファー。ジョージブスシックスレックスの頭文字が組み合わされている。ジョージ6世は、イギリス国王の彦、孫、息子として、その生涯を通じて、多くの称号で呼ばれた。即位語は、単に、国王ないし、陛下と呼ばれることが通例だった。また、 イギリス国王としてのジョージ6世は自動的にカナダ全軍とイギリス全軍の最高司令官の地位にもついている。ヨーク公爵時代のジョージ6世の紋章はイギリス国王紋章に白色の3本のポイントがある横帯が追加されたものである。中央のポイントには青色の怒りが描かれている。この紋章はジョージ6世の父ジョージ5世が ヨーク公爵に助爵された時に採用された紋章と同じもので、後にエリザベス2世の次男アンドルーがヨーク公爵に助爵された時に引き継がれている。ジョージ6世のイギリス国王としての紋章は歴代イギリス国王と同じ紋章が引き継がれている。国名五十音順。括弧内の年代は授与された年。ありがとうございます。